ソニーが製造するアンドロイドーズ搭載スマートフォンである。ソニーのエクスペリアシリーズの一つで、コンパクトなフラグシップモデルエクスペリア5-3、ミドルレンジモデルエクスペリア10-3とともに、2021年4月14日に、エクスペリアプロダクトアナウンスメント YouTube プレミアで発表された。エクスペリア1-3は、前モデルの驚異的な AF スピードに加え、 最大 105mm の新光学系と4、KHDR10bit OLED 120Hz リフレッシュレートディスプレイを搭載している。エクスペリア13は、前作のエクスペリア12のデザインを踏襲し、マットなフレームと、わずかに小さくなったベゼルを採用している。前面には、コーニングのゴリラグラスビクタス、背面には、ゴリラグラス6を採用し、 つや消しガラス加工を施しているほか、IP65 及び IP68 の防水認証を取得している。ビルドは上部と下部に対照的な2つのベゼルがあり、前面のデュアルステイレオスピーカーとフロントカメラが配置されている。左側面には、シムカードトレートマイクロ SD カードスロットが、右側面には、電源ボタンに埋め込まれた、下認証リーダー、音量キー。 カスタマイズ可能なショートカットキー、エンボス加工が施されたシャッターキーが配置されている。背面のカメラは仙台モデルと同様に縦長の帯状に配置されている。本機は3色のカラーバリエーション、フロストブラック、フロストグレー、フロストパープルで展開される。エクスペリア13はソークにクアルコムのスナップドラゴン 888GPU に アドレ六660を搭載し、12GB のラム、256GB のストレージスペース、地域によっては、シングル、デュアルハイブリッドの名の、シムカードスロットを伴っている。本機は、スマートフォンでは、世界初となる21、9、4KHDR10bit120Hz の有機 L ディスプレイを搭載している。4, ah、のバッテリーを搭載し、 30W の急速充電に加え、逆方向のワイヤレス充電に対応した G ワイヤレス充電にも対応している。前面には360リアリティオーディオ対応のデュアルステイレオスピーカーを搭載しており、従来機種と比較して音量が40%向上したとしている。また、上部には前、モデルと同様に 3.5mm オーディオジャックを搭載している。本機は、 背面 22MP のトリプルカメラと 3DEETF センサーを搭載し、前面には 8MP のカメラを搭載している。背面カメラはメインレンズ、超広角レンズ、70mm と 105mm の間で切り替え可能な世界初の可変ペリスコープ望遠レンズで構成されており、これらすべてにサイスの T 反射防止コーティングが採用されている。デジタルズームは ソニーが AI 超解像ズームと呼ぶ新アルゴリズムの採用により Xperia 1お及び5通の 200mm から 300mm 相当に向上している。また、先代モデルと同様に最大 120fps の 4K 動画撮影と最大 120fps の 2K 動画撮影に対応している。ソニーはリアルタイムトラッキングを導入し、 ユーザーが被写体をタップすると、重要なものへのフォーカスを失うことなく、携帯電話が継続的にそれを追跡することができる。Xperia 13は、Android 11を搭載している。また、前、モデルと同様に、ソニーのカメラ部門 α が開発した、フォトプロモードと、ソニーの映画撮影部門シニルタが開発した、シネマプロモードを搭載している。 なお、エクスペリア1-2では、標準カメラアプリが用意されていたが、エクスペリア1-3では、フォトプロのベーシックモードに統合される形になった。エクスペリア1-3は、これまでのスマートフォンにはなかった新しいカメラ機能を搭載していることから、インガジェットは、写真をオタクへのラブレターと表現するなど、ファンや報道関係者から高い評価を得ている。 ソニーエクスペリア13 6.521九4 k h d r o l e d 120Hz ディスプレイ。ソニー2021年4月30日閲覧。ソニーエクスペリア13フルフォ Phone s p e c i f i c www.gsmarena.com2021 年4月30日閲覧。エクスペリア1ファイセグレーサスマートフォン AU www.au.com2021 年4月30日閲覧ソニーエクスペリア 13vs53vs103 which エクスペリアスマートフォン is right for you2021 年4月30日閲覧ソニーエクスペリア 13&53 announced with 120Hz screen's variable telefoto ranges 2021年4月30日閲覧。エクスペリアの最新ハイエンドモデル。エクスペリア1-3レビュー。高価だが、文句なしの高性能価格。コムマガジン。kaka.com。2021年7月20日閲覧。ソニー S ニューエクスペリア1-3スマートフォンイーズ。エーラブレター2フォートグラフィーナーズ。2021年4月30日閲覧。 ありがとうございます。